顎に何らかの症状を抱えている方が1億人もいるということです。私もね、実は顎関節症の経験があるんですよ。こんにちは、白石和夫です。今回は顎関節症そんなにいるの？という話をします。この動画を見ていただいている視聴者の方で今現在顎関節症で悩んでいる方にはとても関心のあることだと思います。また顎関節症でない方でもこの機会にぜひ一度聞いておいてもらうとためになるかなと思います。そもそも顎関節症とは顎の関節あるいは顎の関節を動かす筋肉に何らかの異常が起きて顎が痛い、口が開けにくい、あるいは口を開けようとするとカクカク音がする、そういうような病気のことを顎関節症と言われています。でも私はちょっとその病気っていうと大げさじゃないかなと感じてますけどね。それでもある大学病院の疫学調査によれば顎に何らかの症状を抱えている方は日本の人口の7割から8割いると言われています。7割8割ちょっとびっくりですけども、考えてみればここの顎の関節に限らず腰とか、肩あるいは、膝、足首、手首、ね、あちこちこう体の関節が痛くなってね、まあ、不便しているって方は大勢いらっしゃると思うんですよ。たまたま顎の場合はね、この脳に近いあるいは目や耳に近い、まあ、そういう点で非常にデリケートな場所という感じもします。私だって時々腰が痛いとか、まあ、大学時代に足首を骨折してますから、なんか体調によって足首が痛いとか、全くこう完全無欠というかどこも痛くないっていう体を維持するのは難しいですよね。ただ先ほどの疫学調査によれば、まあ、実際に顎関節症ということで歯医者さんを受診している方が 7% から 8% いるというふうに言われています。7割から8割とか 7% から 8% と言われてもピンとこないと思うんですね。単純計算すると顎に何らかの症状を抱えている方が日本人の場合1億人もいるということです。そして顎関節症として歯医者さんに受診している方が800万人もいるということです。日本には歯医者さんが約10万人いますから、800の10万、そうすると歯医者1人当たり、まあ、80人も患者さんを見ているということになりますが、うちにはそんな80人も顎関節症の患者さんは来院していないと思います。でも私があえて患者さんに言わないだけで顎関節症が疑われる、なんかちょっと変だなと疑われる患者さんは結構大勢いることは確かです。患者さんの個人差にもよりますが、まあ極端に顎が痛いとか、極端に口が開けにくいとか、あるいはカクカク音がする、さっきも言いましたけどカクカク音がするって言っても耳とかね近いし脳ね近いですから、そういう点で非常に敏感になってると、そんなにその表に聞こえるほどのカクカク雑音ってことはまあめったにないと思います。それにしてもどうしてこんなに顎関節症の患者さんが多いんでしょうね。顎関節症という病名の患者さん、これを世界的な視野で見ると日本人は残念なことにダントツに多いそうです。それじゃあそれを聞いちゃった視聴者の方にますます不安を仰ぐだけの話になっちゃいますよね。だから私はそんなに大げさに言わなくてもいいんじゃないかなって思ってるわけですよ。例えばよくその口を開くときに、さっきも言いましたけど顎の音がカクカクするって、本当にね私なんかもそうですけど、思い切って口を開ければね、なんとなく音がしてるかなってそんな感じしますよ。だから痛くなければね、顎がカクカクするっていうのは関節ですから、こういうところの関節もねちょっと音がするとか、肩をこう回したら音がするとか、腰を振ったら腰をね音がするとか、これはもう病気じゃなくて関節がこう、まあ、順調に動いてないというか、どっか引っかかってるとか、その程度の、まあ、気楽なところを考えてもいいんじゃないかなと思うのと同時に、まあ
確かにこれは軽症ですけど、それをまあ放っておいていいのかどうか、それは もちろん専門のところ、まあ、整形であったり、まあ、歯医者さんであったり、そういうところで見ていただく必要はあるかと思います。今は誰でもインターネットですぐにこう調べること、検索することができますよね。例えばこの顎関節症をこう検索すると、まあ、多分私が冒頭で言ったように顎関節症とはから始まってですね、その治療とか、あるいは原因とか、場合によってはその診断法とかね、だんだん難しく、まあ、専門的になっちゃうという、まあ、そういうのは紹介もあったりしますけど、自分で情報知識を集めることは大事だと思います。でももっと大事なことは気持ちだと思うんですね。不安に、ね、駆られるばかりじゃなくて、例えばどうやったらね少しでも楽になるかなってことを、まあ、具体的にアドバイスを受けるというか、でもしそれがちょっとまあいろいろと問題が起きる顎関節症であれば、詳しく調べてもらうとか、行動に移すというか、そんなふうなこの気持ち、心構えが大事だと私は思うんですよ。ですから私はうちの患者さんでね、顎関節症で悩まれている方がいらっしゃったら、大丈夫ですよ、生まれた時からこの顎関節症があったわけじゃないでしょ、何らかの原因がいつかあったはずだから、それを突き止めて、そして今よりも悪くならないように、少しずつ回復の方向に向かわせるようなお手伝いをしますよということで、実際にはですね、私から言うと自分でできる、いわゆるセルフケア、これをいつも提案しています。今までの動画でも話したことなんですけど、2つあります。1つはベロ回し、ゆっくりベロを、まあ、右に3回左に3回こう回していくわけですよ。そうすると、まあ、例えばですよ、右側の顎がもう痛いという方は、右回しをすると特にね、右の方の顎、これがですね、痛くなってくる、疲れてくる、まあ、もちろん左回りでも同じことなんですけど、ベロを回すことによって逆に顎が痛くなる、まあ、逆に心配する方もいらっしゃいますけど、良くなっていく過程での経過というか、ね、その体がこの顎の部分がですね、だんだんこう血液の循環が良くなって、今までのストレスが解放されてくると、一旦はまあ痛いとか張りを感じますけど、毎日ちょっとずつ、ね、繰り返し繰り返しやっていれば改善します。痛みがだんだん和らいできますということです。そしてもう一つはこの手のひらマッサージ、ちょっとメガネ外しますけども、手のひらマッサージっていうんですけど、この時にですね、舌を、ベロをですね、ちょっと上と下の前歯で挟んで、こんな感じでね、挟んで、要するにグッと噛み締められないようにね、してもらうんですね。ちょっと浮かすってことです。それで喋れないからちょっとこのままやりますけど、しっかりと押さえて左を固定して、右を時計回りに10回ゆっくりやります。そして、ね、左にまた固定して反時計回りに10回。これ例えば右の顎が痛いから右だけやればいいっていうもんじゃなくて、左右同じようにやります。右を固定して時計回りに10回、ね、反時計回りに10回。ゆっくり大きくやることがポイントです。ぜひやってくださいよ。朝昼晩、まあ、気がついたら、ね、ベロ回しなんかはいつでもねできると思うんですけど、さすがに手のひらマッサージはねちょっと場所を選ぶと思うので、ゆっくり、まあ、特にねお風呂に入ってる時とか寝る前とか朝起きたらやるとか、まあ、そんな風に自分で気づいたらやる、でそれを継続すること、ね、3日坊主だと結局また痛くなって、でまたやって3日も持たないでまたやめちゃうと、まあ、そういうことじゃなくて、継続する気持ち、強い意志、それがあれば必ず少しずつね改善していきますから、そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。というのは私もやってるからわかるんです。私もね、実は顎関節症の経験があるんですよ。よく世間では騙されたと思って一度試してごらんっていう、まあ、そういうセリフがありますけど、まあ、私がこの YouTube を使ってね視聴者の方に騙すなんてことはないわけですから、まあ、もし顎の調子が悪いとか
ね、口が開きにくいとかいう場合にですね、今言ったベロ回しと手のひらマッサージ、これをぜひ試してください。きっと回復の方向に向かいます。まあ、これは顎に限らず肩だったり腰だったり手首、ね、足首、ね、膝だったり、きっとそんな風に工夫して毎日過ごされてるんじゃないでしょうか。今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。